田中京吉4月9日大正4年10月23日は、和歌山県和歌山市出身の文人、芸術家、特に版画家としてよく知られている。私は、日本人の手に接つたあらゆる芸術の中で、死の芸術ほど真に、生命的な、恐ろしい真実性に触れたものを、他に決して見たことはない萩原作太郎2012年に、 和歌山県立近代美術館で開催された生誕120年記念展、明治25年、現在の和歌山市に生まれた。明治43年に和歌山県立特義中学校を卒業すると上京し、約1年間、白馬海原町洋画研究所に通う間に、恩知幸志郎と知り合った。翌年に東京美術学校の彫刻科に入学すると、藤森静雄、大月賢治、 土岡泉、竹久夢二、香山小鳥などと交流を深める中で、独自の表現を模索。初めて木版画を制作したのは、大正2年12月頃だと考えられている。藤森や大月、土岡などと、同人雑誌、北斗を手掛けたり、雑誌、少年会や、少女会に寄稿したり、回覧雑誌、密室にペン画や、時刻による、 木版画、いわゆる創作版画を発表するなど、美術と文芸の両方で才能を発揮した。その後、恩地との間で、自国版画集を刊行しようと計画し、藤森も巻き込んで、大正3年4月に、詩集、月影を刊行した。しかし、大正2年頃に、肺結核を発病しており、療養のために、和歌山に帰郷版画への熱意も虚しく、 仲間と別れる無念さは、昇進に現れている。その作品は、エドバルド・ムンクの影響からか、結核を病む作者の心情を移してか、一種の病的な、冴えた神経を示していた。負担のかかる版画ではなく、歯科を中心に創作活動を続け、大正3年9月には交換、月営が刊行されたが、大正4年10月23日、 和歌山市内の自宅で23歳にして逝去。大正6年には、萩原作太郎の詩集、ガツにホエるルで京吉の作品が取り上げられた。京吉の作品や資料の多くは、和歌山県立近代美術館に所蔵されている。ありがとうございます。